自分の打ったボールがグリーン上にすでにある球にぶつかってしまった時のルールを2つご説明したいと思います。まずパッティングの時に前にこの白いボール、もともとあったボール、マークされてないボールがあったとします。そこで僕が今から打つこの黄色いボールが このように当たってしまった場合、マークをしてないボールに当ててしまった僕に2打のペナルティが発生します。そして白いボールを、もともと白いボールはここにありましたので、ここに戻すだけで構いません。そして黄色いボールは再びこの位置からパットをすることになります。そしてもう一つは、グリーンの外からアプローチした球が転がってきて、このもともとあった球に当たってしまった場合、これは誰もペナルティーを受けることはありません。グリーンの外から打った人がペナルティーを受けることもありません。その代わり、もともとあったこの白いボールは元あった場所に戻さなきゃいけません。そしてこの黄色いボールはぶつかって止まった場所、このままで構いません。とにかく当たってしまった白いボール、もともとあったボールは跳ねた場所ではなくて元あった場所に戻してからパットをすることとなります。